原神公式ラジオテイワット放送局。皆さんこんばんは、小川葵です。この番組はオープンワールド RPG 原神の魅力をお伝えしつつ、パイモン役の小川葵がどこまでも自由で広大なテイワットからお届けするラジオ番組です。はい、ということで原神公式ラジオ37回目でございます。いやー、もう8月になりましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。暑いよね。とんでもない暑さですよね。ずっとお湯に入ってるぐらいの気温だから、みんな本当に気をつけてください。熱中症対策をしっかりして元気いっぱい生きていきましょう。まあ、そして今回はですね、私が演じるパイモンちゃんも、まあ小さくて可愛らしい、ちょっとね、子憎たらしいところもありますが、可愛らしいキャラクターですが、もう今回のゲストさんが演じるキャラも、もう、みんな大好き。とってもとっても可愛いでございます。もうゲストさんも可愛いです。早く、ね、気になりますよね。はい、じゃあそろそろ始めていきましょう。原神公式ラジオ、テイワット放送局。本日もログイン。この番組はホヨバースの提供でお送りいたします。原神公式ラジオテイワット放送局。改めまして、原神パイモン役の小川葵です。では早速ですが、ゲストさんに登場していただきましょう。この方です。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。クレイ役の久野美咲です。よろしくお願いします。がっつりご一緒したことはなかったんだけど、なんかいろんな現場でちょこちょこお会いさせていただいて、いやもう嬉しい。なんかあの始まる前にですね、あのいろんな現場でお会いしてるよね、どこどことかどこどことかっておっしゃってくださって、まさか覚えてくださってるとは思わず、すごいとっても嬉しかったです。あの なんだろう、いつもあの始まる前とかに、あのご挨拶してくださって、なんかこんな礼儀正しい方がいらっしゃるんだって、すごいいつも感動してて、なんて本当に。なんかあのなんだっけ、スタジオでさ、なんか隣座ってたこともあって、はい、あ、そうね、はい、すごい。そんなことまで覚えててくださって、むしろ小賀ちゃんも覚えてくれた。もちろんです、もちろんです。ここに座っていいのだろうかと思いつつ、なんかその時もさ、なんか休憩時間とかお話したりして、すごい嬉しかったから、私も覚えてて、だから今日ラジオ入社できるって聞いて、わー楽しみって、ちょっといいんでしょうか、こんな幸せで。すごく幸せです。私も幸せです。ちょっとすいません、興奮してしまいました。嬉しい、優しい。そんな女神のような久野さんが演じるクレイちゃんはですね、あのモンドから登場するキャラクターでして、あの原神がリリースされてすぐに、結構もう初期面と言っても過言ではない。そうなんです、結構前に、最初から登場したキャラクターでして、バージョン 1.6 の時に復刻もあったんですが、最近ですね、久々に復刻しまして、私はこの復刻でやっと、やっとクレイちゃんをお迎えできました。ありがとうございます。いや、可愛くて、もう出てきてくれた瞬間にもう画面をスクショして、あの10連を回すんですけど、10連回してバーって出てきてくれたところもスクショして、もう後で見たい、幸せにしたと。あ、ぜひ、ではそんなクレイちゃんのご紹介をさせていただきたいと思います。はい、お願いします。
セピロス騎士団、火花騎士。いつだって閃光と爆発と共に登場。そして陣団長の厳しい視線の中で静かに消えていく。新しい爆薬の配合のほとんどは反省室に閉じ込められた時に思いついたものなんだけど、閉じ込められるようなことがなくなったらもっといいのにな。かわいい。なぜか途中から人が喋っているかのような感じになる紹介文で、珍しい紹介文でございます、ね、はい。で、多分一番最初に収録したのは、うん、もう何年か前ですよね、きっと2年くらい前ですよね、そうですよね、うんうん、になると思うんですが、うん、どうですか、クレイちゃんを演じてみて。あ、そう、最初に演じたのはそれくらい前なんだけど、はいはい、結構イベントごとにそうですよ、ね、ちょくちょく収録はあって、うんうんうん、こう演じさせていただいてるんですけど、はい、まず最初にもビジュアルが本当に可愛くって、こんな可愛い子を演じられるんだってすごい嬉しいって。いやー、もう久野さんしかいない。え、こんな可愛い子を演じられるのは久野さんしかいない。本当に、はい、本当にもうありがとうしかない。本当に。そう、はい、ね、お下げでランドセル背負ってるんですよ。ですね、これがまた可愛い。そう、そこにドドコもついてて、うんうん、本当に可愛らしいキャラだなと思って、はい、で実際演じてみて、台本のセリフ読んだ時に、はい、もうとにかく元気で、うんうんうん、明るくて、はい、無邪気で、うん、こう天真爛漫な感じがすごい、うんうん、魅力的だなと思って、うん、そう、私結構なんだろう、クレイほど、はい、いつも普段テンションそんなに高いわけじゃないから、結構自分と差があるキャラクターだなって思ってるんですけど、やっぱりクレイのセリフを読んでたり、クレイのお芝居してると、なんか自然と自分も元気になるというか。確かに。そう、だって見てるだけでも、もうクレイちゃんが出てきてくれただけですごい元気になるユーザーさんもたくさんいらっしゃると思いますし、そうかな、はい、待機モーションとかもすごい可愛くて。そうね、可愛いよね、はい、もうただただずっと見ていたくなるというか。動きがさ、うんうん、すごいちっちゃい子の動きというか、いや本当に、なんかちょっと落ち着きが、そのまま回ってる、可愛い。本当に可愛らしい子でございますけれど、うんうん、そんなクレイちゃんはですね、現在金リンゴ群島をテーマにしたイベントを開催中なんですが、はい、昨年のバージョン 1.6 で初めて金リンゴ群島が登場した際のイベントでクレイちゃんが大活躍してくださいました。はい、そうだったんです。あれもすごい楽しいストーリーでしたよね。そうなんですよ、うんうん、お話がすごい壮大で、うんうん、クレイのママと、はい、会える、ね、うんうん、お話でもあったから、はい、すごい、ね、お母さんが確か井上菊子さん、もう声を聞いた瞬間にそう、なんか収録の時も、うんうん、お母さん役井上さんですって聞いて、はい、ぴったりすぎると思って。本当にとっても可愛い、もう可愛らしいママと可愛らしいお子さんで、うん、最高に耳が幸せな、ね、本当に、はい、ストーリーでしたし、はい、またバージョン 2.6 の姿の彩り祭でのクレイ、うん、アルベド、ヨイミヤとの絡みがまたとっても可愛らしかったでございますね。そうなんです、うんうん、クレイってやっぱり年齢が低い、はいはい、幼い役なので、うんうん、他のキャラとの絡みも結構あるんですけど、はい、うんうん、みんなね、なんかお兄ちゃんとかお姉ちゃんとかって言って、なんかすごい甘やかしていただいてる感じがしますね。でも羨ましいです、なんかお兄ちゃんお姉ちゃんって言われてるキャラクターたちが、うん、本当に。あ、そっか、パイモンちゃんとは。そうなんですよ ね、パイモンのことは、あ、パイモンちゃんって呼んでる。そうですよね、うん、だからまだ言われたことがない。そっか、パイモンお姉ちゃんになるのかな。パイモンは どっちなんですかね。パイモンお兄ちゃん、まだ謎に包まれしという。うん、いや、でもなんかクレイちゃんとパイモンが話してるときはちゃんとパイモンもちょっとなんかお兄さんお姉さんぶるというか
あ、そうなんだ、はい、ちょっとだけ気持ちこう、うん、なんとかなんだぞって言い聞かせたりとか、うんうんうん、しょぼんってしてたら、うん、もう必死になって笑顔にさせようと、うん、でもこうじゃなくてこうじゃった気がするよみたいな、うん、すごいフォロー入れたりですね。もうパイモンちゃんもクレちゃんのことが大好きなんだなって、うん、節々で感じる、はい、ことができましたね、うん、そしてそんな中でですね、うん、先月の7月27日、はい、まあ、皆さんもうお分かりだと思いますが、クレイちゃんの誕生日でございました。わー、おめでとう、おめでとう、本当におめでとう。あー、かわいい。そう、イラストをね、そう、たくさんの神絵師さんたちがですね、ツイッター上でお祝いの絵を描いてくださったりしておりましたが、ね、あんなに皆さんにお祝いしていただけるなんて本当に嬉しいですよね。くのさんもご覧になりました。見ました、見ました。あ、なんとみんな見てくれたってよ。よかったね、よかったね。ありがとうございます、本当にいつも、うん、え、じゃあちょっと贅沢なお願いかもしれないんですが、はい、あの今回くのさんにゲストに来ていただいているということで、はい、ツイッターで公開されているあのクレイの誕生日のセリフをですね、はい、せっかくなのでちょっとあの読み上げていただくなんてこと、いいんでしょうか、こんなお願いをしてしまって。めちゃくちゃ恥ずかしいんですけど。わかります、わかります。恥ずかしい。もうコガちゃんが目の前にいて、はい、もうなんかほらゲーム収録の時ってさ、 そうですよね、いつも一人じゃない、うんうん、あんまりこうね、他にこんなにたくさんスタッフさんがいる前でクレイを演じたことがないから。恥ずかしい、恥ずかしい。ちょっとでもここはちょっと、はい、みんなのために私はさらにお願いを続けます。いや、こがちゃんのお願いなら頑張って。みんなごめんね、こがちゃんのお願いならって言ってくれてる。なんで謝るの。よし、よし、はい、ありがとうございます、はい、では、はい、お願いいたします。クレイが作った新型爆弾、ドカーンするとお花が飛び出してきてすごく綺麗なの。全部クレイが積んできたんだよ。いいものはお友達とシェアってママが言ってた。クレイと一緒にいっぱい遊んでくれたから一個あげる。大丈夫だよ、危なくないから。もう最高でした。もう多分これを聞いている皆さんはこのような私のような感じはあーってなっております。ごかちゃん、ごかちゃん、最高でございます。もう嬉しい、嬉しい。大丈夫だよ、危なくないから。そうだよねって言いながらこれをギュッとしてバーンってなる。もうそこまでがワンセットで見えましたね。バーンって爆発しちゃうの。バーンって。危ないよ。まあ、それすら幸せという、うわー嬉しい。多分ここのシーンだけ何回もみんな繰り返して聞くんだろうなって。すごい、はい、最高でした。本当にありがとうございます。自分が読んだセリフをさ、はい、こんなになんか、ね、か感激というかこうすごい反応してくれるのがすごい嬉しい。いや、もう聞いてる皆さんの声も届けたいぐらいです。本当に。その時の自分の声を録音してね、ツイッター上にぜひ。こがちゃんの叫びも秀逸でした。ちょっともう今日はずっと興奮してしまっているんですが、そんな中あのここからですね、リスナーさんからのお便りをご紹介していきたいと思います。ありがとうございます。はい、では旅人ネームどどこのしっぽさんからいただきました。どどこのしっぽ、かわいいよね。かわいいですね。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、くのさん、こんにちは。こんにちは。大好きなクレイ、そして大好きなくのさんがゲストということで、初めてこういったラジオにお便りを書いてドキドキしています。嬉しい。幸せが溢れている。
私はリリース前から原神を注目していて、いろいろなキャラを見ていた時にクレイのキャラデザを見てめちゃくちゃ可愛いと思い、さらに演じられているのがクノさんと知り、絶対にこの子で遊びたいと楽しみにしておりました。嬉しい嬉しい。見た目も声も最高に可愛らしく、愛される純粋な性格も大好きです。大好きなセリフはバージョン 1.6 の金リンゴ群島イベントの、持っていくのはボンボン爆弾とドドコ、そしてクレイ、出発やばい、偽物感が破れ、かわいい偽物やばい、コガちゃんのクレイかわいい本当に申し訳ございません。ドドコさん、しっぽさん、絶対クノさんに言って欲しかったよね。ちょっと待ってね自分も荷物にカウントしているところが最高ですと、このセリフを考えた人天才だと思っています。そこでクレイのセリフを演じるときに意識していることや指示を受けたことはあるのでしょうか。これからも毎日クレイに会いに原神の世界に通い続けます。すいません、あのもしよければまず最初に、はい、ここのセリフコガちゃんのクレイ最高だったのに、偽物すぎたちょっとだけ読んでいただいたことは可能でございます。はい、じゃあありがとうございます。いただきます。はい、はい、持っていくのはボンボン爆弾とドドカ、そしてクレイ、出発！かわいい！ね、涙が出そうなんですが、どうしたらいいですか？泣かないで！かわいすぎる！ありがとうございます！あのままに答えていただき嬉しい、恥ずかしい、本当にかわいい、恥ずかしい。でもディレクションとか ありましたか？あ、一番最初のクレイのボイス撮った時に、はいはいはい、そのまだクレイのキャラ感とか、はい、あの年齢感も、うんうん、あの定まってなかった時に、はい、最初テストでじゃあ一回お願いしますってやった時に、うんうんうん、私実は今よりもうちょっと年齢下めに演じてたのね、はい、そう、そしたらスタッフさんにあのもうちょっと5歳ぐらい年齢上げてくださいみたいに言われて、はいはい、でちょっとその次のテストでプラス5歳ぐらいで上げたの、うんうんうん、そしたらあ、ちょっと上がりすぎなんで最初のとプラス5歳の中間ぐらいでやってくださいって言われて、はい、あのその中間の年齢感だったのがこう今のこのプレイ、そうそうそう、なんかこれぐらいの年齢の女の子ってさ、はい、結構あの年齢感あのまあ精神年齢もそうだけど、うんうんうん、こう中身のさ確かにこう成熟度によって割と喋り方とか変わるじゃない、はいはい、そう、うんうん、体ちっちゃいけどすごい、うんうん、あの大人っぽく喋る子もいたりとかするから、はいはい、から、はい、クレイはまあ今のこの年齢感でその時に決まったんだけど、うんうん、なんだろう、あのやっぱり中身がすごく純粋だから、そうですね、そうなの、清いから、うん、はい、こう悪意なく、うん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 、こう言ってることとかも結構あって、それがちょっとなんか他のキャラにね刺さってる時とかも時々あるんだけど、その悪意を感じられないように本当にもう純粋無垢な気持ちで言ってるっていうのが伝わるようなのはすごく意識してますね。そう、あとなんかキャラクター演じる時にいつもさ、そのなんだろう、あの普段私意識してるのがその会話する相手によって、うんうんうん、こう結構変わったりとかするじゃない？もちろんクレイもママと話す時とか、うんうん、あとまあ大好きなガイアお兄ちゃんと話す時とかは割と距離感近くなるようにはしてるんだけど、うんうんうん、あんまりそのなんだろう、人によってこう、うんうん、態度を変えないというか、うん、クレイってどのキャラクターに対しても常に、はい、確かにオープンなのね、うんうんうん、そう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 、そこは意識してるかな。誰に対しても分け隔てなく、うん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 、みんなに明るく接することができる子だから本当にいい子だなと思って、こんな子いたらもうさあ連れ去られないか本当に心配になるぐらいも、ちょっと連れ去られるかな本当に一家に、うん、一家に一人欲しいぐらい。でも爆弾持ってるから大丈夫じゃない？確かに。さられそうになっても。大
何かあったら何かあったらスッとドカーンと素晴らしい、自衛もできる、うん、すごい可愛らしい、なるほど、はい、うわーよかったね、ドドコのしっぽさん、こんなにたっぷり、こんなにたっぷり聞かせていただいてありがとうございます。こちらこそ。ではではもう一つ行かせていただきます。ありがとうございます。旅人ネームよえこさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。パーソナリティの皆様、くのさんこんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。大好きなクレイちゃん役のくのさんがゲストと聞いてメールを送らざるを得ませんでした。わー嬉しい毎日クレイちゃんと一緒に旅をしております。今年の金リンゴ群島ではフィッシュルに群島をプレゼントしてしまう純粋無垢で心の優しいクレイちゃんをますます大好きになりました。私はそんなクレイちゃんのおばあちゃんになってお菓子をあげたいです皆様は原神のキャラの中で友人や家族にしたいと思う子はいますか？これからも皆様のご活躍を楽しみにしております。はあ、いいな、確かにおばあちゃん、おばあちゃんなりたい、なりたいですクレイちゃんのおばあちゃんなりたいです。え、こがちゃんがさ、はい、もしクレイのおばあちゃんになったら何したい？クレイちゃんとですか、うん、これはですね、命をかけて、うん、クレイちゃんと一緒に、うん、爆弾でですね、お手玉をこう一緒にやりたいです、ね、もう今日が今日が最後でもいいという思いで、それさ、お手玉を落としたらさ、もう最後だから、もう真剣にもボケ防止にもなりますよね、もうだから真剣にやります、はい、毎日真剣にクレイちゃんと一緒に爆弾でお手玉がしたいですね。いいねいいね、楽しそう、やりたい、うん、もしじゃあ、うん、久野さんが、うん、クレイちゃんと一緒に何かをするなら、うん、何をしたいですか？なんだろう、あ、でも一緒にかけっことかしたいかも、はい、かわいい、走るのがさ、はい、すごい走るモーションがかわいいですね。あ、そうですね、ブーンって手を広げて、そうそう、両手さ広げて走ってる姿を、うんうん、こう横で一緒に走りながら、確かに見てみたい。じゃあ私はそのクレイちゃんとクノさんが一緒に走ってるのを後ろからずっとムービー撮りながら追いかけていきます、ね、あ、じゃあコガちゃんも一緒に走ってくれる、はい、一緒に後ろから走りますね、うん、じゃあ3人ねいいんですか、ちょっと、あ、でも、うん、私のことは無視していただいてもないものと思って、あ、じゃあさ、じゃあさ、コガちゃんが鬼で、はい、クレイと私が追いかけてくれるんですか、あ、違う、私が追いかけるの、そうそうそう、私とクレイが2人でコガちゃんから逃げるから、はい、コガちゃんが追いかけてさ、捕まえて、捕まえていいんですか、うん、捕まえていいんですか、うん、心してじゃあもう明日からもう毎日 50m 短距離をまずちょっと鍛えていきたいと思います、瞬殺で決めたいので嬉しい、嬉しい、クロスも追いかけていいんだ、ありがとうございます、よし、かけっこの練習するぞ、はい、ということでたくさんのお便りありがとうございました。引き続き原神をプレイしてみての感想、イベントの感想、おすすめパーティーなど原神に関することなら何でも OK です。さあ、ではここからはいつも通り原神をプレイしていきたいんですが、はい、今回はせっかくくのさんがゲストということで、はい、クレイを使ったパーティーをスタッフさんも含めてみんなで組んでこう何かのボスに挑戦したいなと思っています。はい。で、今回挑戦するのはですね、給湯寿さんの方に、みんなで行ってみたいと思います。これも画面は皆さんに見えているんでしょうか？さあ、このちびっこパーティーで臨んでみたいと思っております。かわいい。はい。そして、私が操作するのが、この、はい、くのさん演じるクレイちゃんの名前、ね、ありがとう、はい、わー嬉しい、ご本人の前でクレイちゃんを、あ、なんかドキドキするねなんかドキドキする嬉しい、はい、ありがとうございます。そしてスタッフ1さんがこのナナちゃんを使ってくれますね、うん、かわいい、こちらの紫のお洋服めっちゃかわいいね、そうなんですよ、ちょっとなんかチャイナみたいな、うん、キョンシーみたいな感じでかわいらしいでございます、うん、そして
ちょっと一人気になりますが、まずスタッフ兄さんを紹介しますね。うん、こちらスタッフ兄さんはディオナちゃんというですね、この猫耳がついている可愛らしい、この女の子を操作してくれます。尻尾が可愛いね。そうなんです、可愛らしい、うん、そして最後にこちらヘイユタ、ヘイユタ、こちらもう一方がタヌキじゃないさんでございます。はい、こちらね、さゆちゃんというキャラクターでございまして、あ、ボン、タヌキじゃん、タヌキじゃん、タヌキじゃないさんで今日は行ってみたいと思います。かわいい、みんなちっちゃい、ちっちゃいですね、うん、あ、ちょっともうずっと見ていたけ、見ていたくなりますが、ジョミをのしてる、えらい。ではこのあそこにいる給湯所さんに行ってみたいと思います、うん、頑張って、行きます、頑張れ、あー飛んだ、行くぞ行くぞ、おいしやーおいしやー、当たらなかった、逃げろ逃げろ、そしてそれそれそれ、おそれ、すごい、来ました、おりゃおりゃおりゃ、おりゃ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 、頑張れ、おりゃ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 、頑張れ、かわいい、おぉ、キキー、そーれそーれ、あ、すごいすごい、すごい炎出してる、すごい炎出してる、爆弾で戦ってくれます、危ない危ない、あけ、そう、頑張れ、おりゃおりゃおりゃ、えい、おえい、ボンボンマクナ、そして、あっ、あ、倒しました、すごい、倒れました、ちびっこみんなで頑張ったね、やったみんなでジャンプだ、めっちゃ可愛いんだけど、可愛い、みんな跳ねてる、可愛い、可愛い、はい、ということでこちらの、あ、じゃあ天然樹脂を使用しまして、お、獲得しました、わー、やったー、おめでとう、やったー、黒さんが応援してくれたおかげで早めに倒せましたよ。本当？はい。いくらでも応援するよ。うわ、いくらでも応援するとみんな、うん、やったね。はい。ということで、こんな感じ。あ、捕まえたにゃ。かわいい。よし。じゃあ最後にちょっとみんなで並んでみますか。あ、かわいい。あ、かわいい。あ、かわいい。いいね、いいね。あ、いいですね。よし、じゃあ勝利のジャンプで最後締めましょう。いきますよ。せーの、ジャンプ。あ、あ、たぬきじゃない。合わない。せーの、ジャンプ。ちょっと難しい。でもここも、これもちょっとちびっこらしくていいですね。うん、かわいい、みんな。はい。ということで、うん、いや、今回はクレイを使った可愛いパーティーで給湯所さんと戦ってみました。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。仕事なんかやったねだ。昼寝したいか。おー、キエジン公式ラジオ、テイワット放送局。ここで原神からのお知らせです、はい、現在テーマイベントサマータイムオデッセイが開催中です。本イベントでは期間限定地域金リンゴ群島が登場し、イベントに参加して指定任務をクリアしたり指定アイテムを収集することで雷元素、星4キャラクターフィッシュルや様々な豪華報酬を獲得することができます。またイベント原生流刑も開催中です、うん、イベント期間中、元凶のホラ貝を指定数集めるとフィッシュル専用コスチューム、うん、極夜の神武や原石などの報酬を獲得できます、うん、テーマイベント
サマータイムオデッセイとイベント原生流景はバージョン 2.8 終了まで開催です。はい。そしてイベント残像暗戦も開催中です。本イベントではリルックの専用コスチュームレッドデッドオブナイトにまつわる背景ストーリーを体験できます。またイベント期間中各挑戦をクリアすると原石大英雄の経験武器突破素材など報酬を獲得できます。イベント残像暗戦は8月15日月曜日4時59分まで開催です。またイベント追憶連行も開催中です。イベント期間中金リンゴ群島で元凶での挑戦に挑むことができます、指定された挑戦をクリアし多くのポイントを獲得できれば原石大英雄の経験天賦育成素材モラなどの報酬を獲得できます、イベント追憶連行は8月15日月曜日4時59分まで開催です。はい。そして8月12日金曜日よりイベントからくり絵画を開催予定です。イベント期間中フォンテーヌ邸から来たフェリックス遊具を手伝い絵画部品を復元しからくり絵画を組み合わせましょう。クリア後原石調度品大英雄の経験武器突破素材モラなどの報酬を獲得できます。イベントからくり絵画は8月12日金曜日11時から8月22日月曜日4時59分まで開催です。続いてイベント祈願のご紹介です。8月2日火曜日よりイベント祈願キャラクター天の川に咲きし大輪を開催中です。期間中炎元素星5キャラクターヨイミヤ炎元素星4キャラクターベネット炎元素星4キャラクターシンエン岩元素星4キャラクター運金がピックアップされ出現確率がアップします。はい。またイベント祈願武器真鍮不景も開催中です。期間中星5弓平井の名言星5片手剣残山の刃などの出現確率がアップします。イベント祈願天の川に咲きし大輪真鍮不景は8月23日火曜日15時59分まで開催です。以上、原神からのお知らせでした。原神公式ラジオデイワット放送局推しキャラプレゼン。わー原神にはたくさんの魅力的なキャラクターがいます、リスナーの皆さんからはその中でも特に推しキャラは誰なのかどんなところが推しなのかを送ってもらいそちらを紹介していきます、今日はですねカレイちゃんに関してのメールを紹介していきたいと思います。ではでは行ってみますね、旅人ネームクレイちゃんと一緒にドッカーンしたいしんくんさんからいただきました。嬉しい、ありがとうございます。原神ラジオパーソナリティの皆さん、そしてゲストのくのみさきさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。私の推しキャラはもちろんクレイちゃんです。わー嬉しい。やったー。原神をプレイし始めたのがちょうど去年の金リンゴ群島が終わりかけの時期で、クレイちゃんのピックアップが終わっていた後だったので、私にとってクレイちゃんは伝説任務でしか会えない存在でした、なのでテイワットに早くお迎えしたいなと待ち続けていました。そしてようやく満を持して復刻。無突ではありますがお迎えできて今一緒にテイワットを旅しております。クレイちゃんの銃撃モーションの笑顔が可愛くて、ついついスクショを撮ってしまいます。嬉しい。これからも陣団長に見つからないように一緒にドッカーンしながらテイワットをクレイちゃんと冒険していきますといただきました。嬉しいよ、ありがとうございます。ゲットしていただいて、先ほどの銃撃というのがあれですね、本当にドカンしてるよね。ドカンしてますね。すごい、ちっちゃい体で頑張ってる。うわ嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだありますよ。旅人ネームめぐぐさんからいただきました。ありがとうございます。
パーソナリティの皆様、そしてゲストの久野美咲さん、こんにちは。こんにちは。早速ですが、私の世界一可愛くて大好きな推しを紹介します。おセピロス騎士団火花騎士クレイちゃんです。嘘、世界一。世界一、本当に嬉しい。まず誰が見てもわかるあの愛らしさ、大きなお目目にあのキラキラした笑顔、まるで私たちを照らす太陽のようです。そしてなんといっても、私がクレイちゃんの中で特に大好きな久野美咲さん演じるあの可愛いお声声だけで可愛らしさが1億万点嘘でしょ嘘でしょ、本当でも真実。そしてなんと、人活簿に配置したクレイちゃんとお話しすると、お姉ちゃんと呼んでくれるのですクレイちゃんも私の妹にしたい。それぐらい愛らしい、それぐらい可愛い。私はもうクレイちゃんの虜です。復刻がされて、やっとクレイちゃんを我がテイワットにお迎えすることができたので、これからずっと大好きなクレイちゃんとテイワットを旅していきたいと思います。そしてテイワット放送局、これからも楽しみにしています。メグーグさんの熱量がすごくてですね、本当にそんな世界一なんて言われたら、もう私ももう何も思い残すことないです。本当にまた来て、また来て、嬉しい。声だけで愛らしさが1億万点、1億万点なんてもうらったことない。初めて、嬉しい、ありがとうございます。よかったね、メグーグさん。まだまだあります。旅人ネームアスパラさんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、久野さん、こんにちは。こんにちは。突然ですが、私の最最最推しキャラはクレイちゃんです。クレイちゃんはまず見た目がすごく可愛いです、うん、パッチリとしたお目目とぴょこんと飛び出たアホ毛がとっても愛らしくて大好きです、うん。そして何と言っても後ろ姿が本当に好きです。わかる、かわいいよね。歩くとランドセル型の大きなカバンと一緒にドドコがゆらゆら揺れるのがすごく可愛くて、ずっと見ていられます。わかる。そして何と言っても久野さんの声が素晴らしいです。私がクレイちゃんのボイスで特に好きなのは、ジャンプした時のうにゃんうにゃん、かわいい、どこよ、出ないです。初めて聞いた時、うにゃとはなんだとあまりの可愛さで興奮し混乱してしまいました。普段の喋り方も子供らしく、ちょっとしたたらずで、やはり久野さんの演じる女の子は素晴らしいなと思いました。原神さん、久野さん、無邪気で素直で可愛いクレイちゃんを生み出してくださり、本当にありがとうございます。おかげで毎日生きる糧になっています。嬉しい、生きる方になっているそうです。泣きそうになってきた。嬉しくて、なんでこんな皆さん優しいメールを送ってくれるんですか。それはもうクレイ、もう久野さん演じるクレイちゃんが大好きだからです。よかったね、皆さん、本人に届いております。本当に嬉しい。さあ、ね、ゲーム収録してる時ってやっぱり一人、ブースの中でさ、一人だからさ、もちろんね、いつも一生懸命全力でやってるんだけど、なんかこうやって皆さんにちゃんと届いてるというか、届きまくっております、いただけてるんだって思うと、なんか本当に頑張ってきてよかったなって本当に久野さん思え、本当に嬉しい。もう素晴らしいから、 いい回ですね今日は。本当にもう、ね、いい回ですね。ちょっとウニャが聞きたいな。ウニャ、どうしたらウニャが聞けるんでしょうか。ジャンプ、ランダムなのかな。ランダムで出る。あー、なるほど。へい、へい、へい、ウニャ、あー、出ました。あ、今出ました。ウニャが言ってた。かわいい、かわいい。確かに私でもコガちゃんのウニャ好き。優しい、優しい、ウニャめっちゃ可愛かった。ありがとうございます。嬉しい。ああ、なんて優しいんだ。あ
そんなちょっと幸せいっぱいの中ですね、はい、最後にクレイちゃんの演奏をはいご覧いただきたいと思います、はい、それではどうぞ。うん、すごいこの入り方も、クレイと遊んでくれるの？なら見張りは頼んだよ。かわいい。人団長が来たら教えてね。しょっぱかわいい。かわいいね。目線も良かったですよね。なんかこう上のアングルがね。そう。爆弾。お魚をドカンする爆弾じゃなくて火力増加型だよ。あー、しっかり。これ本当にかわいい。かわいすぎる。クレ。どうなるか分かっているな。陳団長かわいい。しかもちょっと陳団長もちょっとなんかちっちゃい子に言う感じで言ってるのがいつもと違ってすごくいい。うん、優しいよね。わあ、この反省室から出てからのさ切り替えがさすごいよね。全然引き取ってない全部忘れて、うん、かわいい。私この音楽もすごい好き。いいですよね。うん、かわいい。クレイちゃんらしさが溢れている。かわいい。かわいい。うわ、周り込んでもないこと。クレイと一緒にお魚をドカーンしに行こうね。行こうね。かわいい。行こうねって答えてたね。これは答えちゃいますね。かわいすぎる。もう最後ももう満面の笑みでしたけど、周りえらいことになってましたからね。いや、そうなの。すごい無邪気なんだけど、やってることはね、結構すごくね。そうですね。結構激しめよね。うん、すごい無邪気がすぎる。無邪気大爆発。うん。かわいかった。いや、もう一回見たい。もう一回見たい。もう一回見たい。本当に可愛かった。はい。こんな感じでですね、皆さんが好きなキャラクターについて紹介していきますので、あなたの推しを教えてください。以上、推しキャラプレゼンのコーナーでした。公式ラジオテイワット放送局。テイワット記念館。わあ、原神にある写真機能を使って面白スクショだったり、ここは絶景というポイントでの写真だったり、ベストショットを投稿してもらうコーナーです。わあ、楽しみ。ああ、嬉しい。ありがとうございます。ではでは早速メールご紹介していきましょう。はい、皆さん本当にすごいんですよね、うんうん。旅人ネームアナゴさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、一休みするガイアお兄ちゃんとそれを探しに来るクレイちゃんの写真です。本当、ひょっこり顔を見せるクレイちゃんがとても可愛く撮れました。わあ、見せて見せて。ぜひこのようになってあります。わあ、可愛い可愛い。可愛い、ね、めっちゃ可愛いんですけど。めちゃめちゃ可愛い。よく見るとね、はい、そうなんです、うん、よく見ると後ろにぴょこっとかわいい、かわいい、見つけたって言ってくれるのね。ガイお兄ちゃん大好きだから、ね、遊んでもらいたくてしょうがないの、いつもかわいいな、うん、いいな、ね、かわいい。ガイアさん羨ましいぜこんなとこまで探しに来てくれ、うん、これ結構背の高い、うん、銅像でございまして、うんうんうん、よくクレイちゃんもここまで登れたなという。そう、行動力あるね、行動力ね、うん、いいな。最後はこう抱えられて一緒に飛ぶのかな。あー、いいね。かわいいですね。見たいではでは続いて、はい、旅人ネームヨポさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ドラゴンスパイン探索時におそらく一度だけ見ることのできる場面で撮影しました。おー、おー、とても貴重な。それがこちら。わあ、かわいい。確かにこれなかなか見れないですよね。すぐピャッと。え、どうや
ってこんなとこまで行けるんですか。え、任務で、任務で、任務で、すごい、すごい、逃げない、逃げない、なんか話しかけたそうにしてるね、これ。話しかけたそうにしているし、話を聞きたそうにしている。わあ、すごい。可愛いですね。クレイだったら絶対仲良くなれるよね。確かに。いいな。引き連れて歩いてるところを見たい。さあさあ、続きまして。旅人ネーム、猫飼剛さんからいただきました。ありがとうございます。強そうな鬼カブトムシを見つけて喜んでいる荒滝。虫相撲大好きイットさんです。おすごい。ニコニコじゃないか。こんなに笑うの。こんなにやってますね。こんなにすごい。すごい、クレイちゃんに負けず劣らずな無邪気さが出てますよ。ね、嬉しいのがすごい伝わってくる。伝わってきますね。光ってるしね。かわいい、かわいい。さあ、まだまだあります。旅人ネームまいまいさんからいただきました。ありがとうございます。人活簿でラーメン屋を始めた勝利先生です。勝利先生、うわーラーメン屋になってる。すごい、ラーメン上に乗ってる。え、すごいね。ちゃんとお客さんも、うん、二人の神が、確かに神が神が神にラーメンを振る舞うという。何味だろう。確かに気になるね。え、勝利、醤油か。こがちゃんは何ラーメン好きなの。私は豚骨ラーメンが好き。わー、いいですね、はい、細い、細麺のバリカタでいただきたい、うんうんうん、細麺、細麺好きよ、はい、私は。あ、本当ですか、うん、あ、何味がお好きですか。あ、もう私ラーメン大好きで。あ、そうなんですね。何でも好きなんだけど、でもなんかなんだかんだやっぱ醤油が多いかな。いいですよね。でも美味しいよ、もう豚骨も。美味しいですよね。出してくれんのかな。あ、岩塩しんくん。岩塩しんくんかもしれない。確かに塩、塩味。いいね、いいね。気になる。気になるね。食べたい。食べたい。またコラボカフェとかやってほしいですね。確かに、そのメニューとかも良さそうだね。うんうん、ラーメンすごい。実際はないけれど、うん、勝利先生の作ったラーメン。うん、ぜひ。ぜひ、お考え、ご検討ください。楽しみ。はい、ということで、たくさんいただきましたが、うん、ちょっと今のをですね、すべてテイワット記念館に掲載するかしないかをぜひ、久保さんに、決めていただきたいのでございます。なんとそんな。え、うん、全部じゃダメなの？オッケーでございます。いいの？はい、いや、なんかもうどれもすごい素敵な写真ね。本当ですね。うん、すごい嬉しい。全部いつも可愛かった、クレイちゃんも、クレイちゃんの可愛らしいのも見れましたし、ということで、じゃあ今のは全部掲載します。おめでとう。はい、ということで今回は終了です。こんな感じで旅人の皆さんが撮影したテイワットの写真を送ってきてください。以上、テイワット記念館のコーナーでした。お送りしてきました原神公式ラジオテイワット放送局、そろそろログアウトの時間になってしまいました。はい、番組では旅人の皆さんから原神をプレイしてみた感想、イベントやってみた報告、こんなコーナーをやってほしいという要望、各コーナー宛てなど原神に関するメッセージをお待ちしております。番組ページのメール投稿フォームをご利用ください。また番組ではイラストも募集中です。ツイッターでハッシュタグテイワット放送局をつけて投稿していただいたイラストの中からYouTube のサムネイルなどに採用させていただくことがありますので、ぜひ素敵なイラストを投稿してください。はい、さらにメールを読まれたすべての方とイラストが採用された方にオリジナルステッカーを差し上げますので、ぜひ投稿をお待ちしております。そしてこの番組は毎週火曜日配信の番組です。次回のパーソナリティやゲスト情報などはラジオのページをご確認ください。ということで第37回の放送、くのさんいかがでしたでしょうか。あ、すっごい楽しかったです。
なんかやっぱりね、原神のラジオにお邪魔するのも初めてだったから、はい、すごい緊張してたんだけど、もうこがちゃんが本当に面白くてすごい、すごい、なんかこうやってさ、はい、がっつりお話、ね、そうですね、こんなに長い時間するの初めてだったけど、はい、なんかすごい、なんか仲良くなれた気がして、すごい私嬉しかったです、うん、私も嬉しかったですこんな前でずっと工藤さんとお話できてめちゃめちゃ嬉しかったです。あと、あのお便りもすごいたくさん、はいはい、皆さん送ってくださって、皆さん長文で本当に愛のある、もう溢れすぎている本当にぐらいのメールで、なんだろう、こう、うん、クレをこう、はい、頑張って演じてるのが、うん、こう皆さんにこう、うん、プレイしていただいたり、はい、それをなんか可愛がっていただけたりしてるのがすごくあの伝わってきて、本当に本当に本当に嬉しくって、なんかこれからね、まだあの原神のね収録もきっとたくさんあるから、なんかこう今までも頑張ってきたけど、なんか皆さんのことを考えながらもっと頑張れるような気がして、本当に、なんだろう、私もクレーのね、ことを、こう、長い間さ、うん、演じてるとさ、はい、なんかクレーってこういうキャラだよね、みたいに、こう、なんかこう、定義づけじゃないけど、はいはい、なんかこう、限定しちゃうような、うんうん、演じ方にこう、うんうん、なりがちだけど、うん、なんかクレーもさ、はい、いろんなイベントとかで、でねうんうん、たくさんいろんな経験して、うんいろんなお姉ちゃんとかお兄ちゃんたちと接して、いろ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 変わってきてるから、本当ですよね。クレーのいろんな面を私もこれから見つけたり表現できたらいいなって思ってるので、これからも一生懸命頑張ります。ありがとうございます。皆さん本当これからもクレーのことをもしよかったら可愛がっていただけると嬉しいです。本当にもちろんでございます。みんながもう頭を下げているのが見えました。いやもう全国の原神をやっているお兄ちゃんお姉ちゃんおばあちゃんおばあちゃんおじいちゃん、ぜひともねこれからもクレイちゃんをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当に本当にありがとうございます。いやありがとうございます。いやいい回だった。それでは今回はこの辺でお別れでございます。はい、ここまではパイモン役の古賀葵とクレイ役のこの美咲でした。バイバーイ。手振ってくださってる。古賀ちゃんに手振っちゃった。この番組はホヨバースの提供でお送りしました。